社長、宮崎新聞に社長出てましたよ。とっても綺麗なですね、古川様が昨日ご来店教えていただきました。誠にありがとうございます。金箔が吹いてもはげない国産仏壇、人吉熊谷、白足北仏壇支援隊。 隊長長田幸樹でございます。2021年2月の14日日曜日。今ちょうどですね、朝5時42分の朝動画でございます。今日は外12度ぐらいですね。雨がぼつぼつ降ってますね。これから雨なんでしょうね。はい。まあ今日あり、昨日ありがたいことですね、Facebook のお友達、古川様がですね、ご来店、この方ですね、一遍前、熊本物産の時見に来ていただきました。ありがとうございました。で、昨日ご来店いただきですね、実は社長って、社長宮崎市 新聞に出てそし,、ね、したらあのこの古川様のお友達でいらっしゃるですね有名な方ですね宮崎の岩国国吉様ですかねその方がですね株式会社バイオベルの社長様ですねその方がですからですねこの古川様に電話があってこういう人知ってる新聞に出てるけどあなた知ってるってことで。 あーその方知ってますよ、熊本仏壇のあの社長さんですよ、横田ででこねでですねでもあのあの、見に来ていただきまして、本当にありがとうございますね、だ今度の水曜日ですね、あの今度一人持ってきますので、私が、その時やっぱお会いにさせていただくという段取になりました、ありがとうございます、はい、まあそういう形でですね、ありがたいご縁が広がっております、それとですね、もう宮崎新聞にですね、経済教えていただいて、ありがとうございました。あう、のー、これでですね九州は、えー、もう 鹿児島ですね、宮崎、えー、佐賀と、えー、長崎ですかね。え経済的に。熊本がバナナですね。熊本日日新聞さん、よろしくお願いします。はい、はい、えー、という形でですね、まあ、こういう形で、こう、これは、あの、 鹿児島の南日本新聞の文ですけどですね、まあ、ありがたいことにですねたくさん掲載いただいております。まあ、ここにもありますように、ですね南日本新聞、中国新聞、広島ですね、えーな、長崎新聞、沖縄タイムス、佐賀新聞、 高知新聞ですね。ご掲載いただいております。あの、ありがたいことにですね、これは共同通信社の N 社様がご来店いただきですね、取材いただきました。もう本当にありがたいですね。配信いただいております。まあ、こういう形でですね、あの、人吉豪雨被災者のことを、やっぱどうしても風化していきますからね、こうやってあの、伝え、 るってことがとてもやっぱ素晴らしい、いいことかと。あ、そうですね。昨日ですね、夜の8時頃やったかな、お電話いただいて、で、あの、いいですかということで、新聞見ましたということで、あよかですよって、お嬢様が熊本にいらっしゃいますからですね、市内にですね、あ、合市の方ですかね、で、うちに届けてもらっていいですかって、あいいですよ。ということで、やっぱ新聞の効果ってあるんですよね。やっぱ新聞でございます。はい。まあ、それはともかくといたしまして、古川幸子様。 ふるさと熊本記念大学の学長様でいらっしゃいます古川様ご来店ありがとうございました宮崎の、えー、岩光国義様バイオベル社長様の ま、ご縁って形でですね、ほんとありがとうございます。素晴らしいご縁でございます。もう本当にありがたいですね。もうこのご縁大事にしていきたいと思います。で、まあ、こういう形でですね、たくさん新聞にもご掲載いただきました。で、あの、あ、最後にですね、あの、これよかったらこれ全国で見れると思います。この YouTube ですね。あの、地元の新聞で載ってた場合ではですね、教えてください。これわからないですよ、私たちは。はい。だけどよかったらですね、載ってたよということでですね、教えていただけたらとてもありがたいです。 はいではここまでこの動画を見ていただいてありがとうございます皆様の開運をあっお祈り申し上げます